皆様聞こえてるかな、聞こえてるかな、皆様皆様皆様、シビネ女学院中等部1年劇同好会所属、二次三次も所属のシオシャンガです。どうもだだ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 だ、僕の夏休みだよということでね、まあ、ずいぶん前から夏休み始まってるんだけれども、もう8月もね始まってから3日間も経っちゃったんだけれども、まあ、ごと僕くんの夏休みはこれからだからやってこうと思いますよ。よろしくお願いいたしますよ。ということでね、あれあれ、ほんとやほんとや、よう気づいたね。こっちやこっちや。ということでね、僕の夏休み早速やっていくんだけど、このゲームもう完璧に知ってっから、めっちゃやってっから、このゲーム悪いけど、初見の反応を楽しみたいって言ったらごめん、基地の夏休みなんで、これすいません、ゼウスの夏休みということでやらせていただきたいと思います。それで最初から始めてこ、どこいしょ、はい、もうね、このメモリーカードをもう本当に、もう今ね、実機っつってプレステ2でやってんだけど、まあ1じゃないんだけど、プレイステーション2っていう実機でやってるんですけど、マジで調子が悪くて、このメモリーカードを読み込ませるのに2時間かかってるんですね、今日の朝。だちょっとね、マジでどうなるかわからない感じの、まあヒヤヒヤな感じね、そこは神もわからないというところでね、やっていきたいと思いますよ。あー、この写真泣けるよね。この僕くんの T シャツ、ちなみにピンクと白、ピンクのチェックだよ。全知だから知ってる。モノクロ写真だったとしても5にはわかる。なんでかっていうと、このゲームめっちゃやってるから。ピンクのチェックだってこと覚えといてな。5が僕の夏休み2を実況した時に、まだやる気のあったん5がね、終了画面自分で書いてたんだけど、その時の5のイラストのね、中の5のシャツがピンクとピンクのチェックのやつなんだけど、それはその僕夏の1の5、僕軍の格好が好きだから、それと一緒の格好にしてるっていう裏話な。ということで、さ、やってくけど、かわいい。これ僕くんね、かわいい。こ、ごと僕くんは僕くんで別にいて、ごあんごで別にいるから。は、とてもとても暑い夏の日のことだった。うん、あ、そうなの？あの日の暑さはまるで地上のすべての営みが絡まりこんがらがって、かっけえ、手に負えなくなったやけくそな神様がこの世のどこかにいて、ああ何もかも熱の中に溶かし、あ、カマキ子供のような無邪気さで、おー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 、食っとる食っとる。そんなめまいのするような不思議な暑さだった。不思議な暑さだって素敵だね。あの日は弟が生まれた年の8月の最初の日で、当時9歳になったばかりの私は、9歳、覚えとこ、僕くんは9歳。臨月を迎えた母親の負担を減らすために、聞こえる？音、もうちょい上げていい？うわあ、上がる、この、これよ、この、この曲よ、もう、もう、ああ、泣きました、ゼウス泣きました、もう知ってるんで、まあね、初めて見た人はもう何にも感じないだろうけど、もうゼウスは泣いてます。ゼウス、ゼウ泣き、わー。その時私は入道雲が8月の強い日差しを浴びて湧き立ち、キラキラと白く輝いている様がなんだか嬉しくて、今日アイス買いに外出ようと思ったのに出られなかった。そういえば、アイス明日買いに行こう。かわいい。僕くん、いい夏休みを過ごそうね。この夏は僕に一体どんな思い出を残してくれるんだろう。どんな思い出だろうね、僕くん。私が車のシートに身を沈め、うん、ちょっとだけ深呼吸すると、まるで頭の真ん中で光の棘がチカチカと明滅したような不思議な感じがした。クソデカ音にしました。ちょっと音がデカすぎて漏れる可能性がある。待って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 、この曲大丈夫か。ちょっと待って、この音はね、もしかしたら、ちょっと待って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 、これこの広い空の空いっぱい、この広い野原いっぱいが流れると、権利的に終わるって言われてるんで、ちょっとそれは流すなと言われているので、こちらにつきましては、流さないで行かせていただこうと思います。ということでね、静かに見守ろうみんなね。これはね、正しい行いとしてね、やっていきたい。草じゃないんだ、正しいことなんだこれ。今この広い野原いっぱいが流れてるということをみんな覚えておけ。この広い野原いっぱい名曲だから。はい、この広い野原いっぱい、なんだったっけ、一つ残らずあなたにあげるみたいな感じだったよね。ちょっと覚えてないんだけど歌詞ね。いい曲だから、名曲だから、みんな、あー、
釣りしたくなる、あ釣りしたくなる。はい、これね、大事大事、思い思いのね、みんなで思い思いのこの広い野原いっぱいをちょっとね、思い浮かべていただければと思いますけれども、ということでね。ああでもごさ、僕夏めっちゃ好きって言いながらさ、1と2しかやったことないんだよね。ちょっとゴンチにさ、提供されたお父さん後の仕事のお友達がくれたのがプレステ2だけだから、プレステ3以降のゲームを知らないんだよね。ゴンチにあるのすごいいびつな感じになっててさ、プレステ1、プレステ2、DS、3DS、スイッチがあるっていうね、奇妙な家庭になってるんだよね、これね。ということで、まだ流れてます、香取線。ああこの家、ああこの家いいですよね。まあみんな、まあみんなはわかんないだろうけどね。ああ空の家来ました。はいはい、ということでね、もうそろそろ終わった、ちょっと一旦様子見てみる。夏休み中、息子がお世話になります。ごもお世話になります。こんなに自然がたくさん残っている里山に来たのは初めてなので、ちょっとびっくりしてるみたいだけど、皆さん、里山ってことは人が管理している山ってことね。じゃあ自己紹介、僕くんできる。こんにちは、僕です。ごあんごです、よろしくお願いします。シレンジ女学院中等美術演劇の公開所属、日産事務所属のスーちゃんごです。よろしくお願いします。こっちは僕くん。お母さんの中が大きくなったので、今日から一月、夏休みが終わるまでの間、お世話になります。全く可愛いよね、僕くんって。ご僕くんのことが大好きなんだよね。初めまして、僕くん。長旅ご苦労様でした。この優しいおじさんも好き。このうちの名前は空の、おじさんは優作って言うんだ。あ、調べ自分のうちだと思って俺の調べが超可愛い。あ、ごめん、ゼウスだから全部ネタバレしてくけど、でも名前バレぐらい良くないか。あ、虫取りたくなる、こうやって。お姉ちゃんか。虫、これ、これ、ここに虫あるからね。これ、この影見ると虫、あ、いなくなっちゃった。萌えと言います。この家の長女です。よろしくね。あー、萌えの、萌えの、ことも全部ネタバレしたくなるゼウスだから。私は調べ。歌って書いて調べなの。これさ、うちのお父さん、言葉じゃわかんないよね。歌って書いて調べですって。工芸家なんだ。お皿やお茶碗。文字じゃないとわかんない。知って出てくるといつも調べって思っちゃう。あなたのおむつ、知ってる知ってる、に夜ご飯クイズ、ヨロピー。あなたのお父さんの妹、カオルおばちゃんです。よろしくね。ほうほう、さようなら。もうここからは僕とんごちゃん、んごちゃんと僕くんだけの世界。この部屋を自分に使ってちょうだい。この部屋切ないねん。はい、これ僕くんのピンク、ピンクシャツ可愛いね。今日はお布団が降参するほどたっぷりと日に当てておいたから、柔らかくてふかふかで寝心地満点よ。日向の匂いの中でぐっすりと眠れるわ。おばちゃん、ありがとう。ありがとう。ボイン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 、ゴムやりやん、ボインボインボイン。おばちゃんってすごい人なんだ。かわいいね。これじゃあまるでお布団爆発だ。爆発だ。はい、無視して退場するカオルおばちゃん。じゃあ、晩ご飯までの間、あと1時間ぐらいかな。うちの中や庭の散歩でもしてらっしゃい。でも、分かった。今日はもう遅いから山の中に入っていっちゃダメだよ。はい、これはおばちゃん家の決まりなんだから。どうしてこの決まりが決められたのか気になりませんか、皆さん。皆さん、どうしてこの決まりが決められたのか、本当にこのゲームに、ごね、前回、はいはいはい、僕夏移動披露しよう。はい、僕夏移動、これこれ大好き、この僕夏移動、面白すぎてさ、学校とかでもさ、この僕夏移動の真似とかするけど、誰にも伝わんないやつな、本当に。誰も世代じゃないから誰にも伝わらん僕夏移動。でー、向き決めてダーという動くやつね、ということなんですけれども。さあ、これね、これね、前回、去年はオラ夏2ゲームをやって、別に意味深でもないところで意味深ぶって行動してみたりしたんですけど、この僕の夏休み1っていうのは全てが意味深に作られてるから、本当に本当にこのどうしてこの部屋がこうなのかとか、そう、ちょっとね、どうしておばちゃん家のルールで夜は入ってはいけないのかとかね、そういうのがね、ちゃんと設定されてるのでね、そこも要注目ということ。ワルトラマンでございます。
3年生の教科書が置いてある。漫画の本と一緒に3年生の教科書が置いてある。3年生？調べは2年生だったはずでは。でも萌えの部屋は、萌えの3年生の教科書は置いてあるかな。どうして、どうしてかな。これさ、僕、これさ、虫って今できないんだっけ。あれか、あの最終のあれがないとできないのか。はい、つうことでね、じゃあ早速探検しに行こう。よし、こっちが萌えと調べの部屋なんだけど入れないの。このパンダちゃんのあれがあるの。ふん、いきりパンダちゃんのあれいきり。よし、じゃあお外行ってみようか。はい、ここギシギシ言って怖い階段。あ、拉致された。この夏休みの自由研究は何にするつもりだい。道路の交通量の調査。このうちには昆虫採集セットがあるぞ。え、本当？うん、僕くんにプレゼントしよう。わー、やったやったやった。でも、おじさん家の子供のお下がりなんだけど、いいかな。うん、いいよ、見せて見せて見せて。じゃあ、晩御飯の後にでも持ってきてあげようね。期待して待ってること。うん、うん、ありがとう、おじちゃん。ありがとう。子供ってことは萌えちゃんか調べちゃん。競争の後みたいに心臓がドキドキした。はて、どういうことかな。さて、僕くんはね、無邪気に喜んでおりますけれども、さ、みんなに挨拶しとこうか。まず犬に挨拶しよう。よいしょ。ほら、この家ではね、犬を飼っているの。こんにちは。おお、かわいい犬コロメ。さ、よいしょ。あ、ほら、あそこに調べがいるよ。調べちゃーん、調べちゃん、何してるの。おい、おい、こんにちは。こんにちは。あ、やばい。何しているの。何してるんですか。何して、なんて言ったっけ。調べ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 。え、あー、僕くんは矮小な人間だから記憶を保っていることができない。嘘って書いて調べなのかわいい。あ、嘘。よろしくお願いいたしまする。あ、これんごやん。こちらこそ、よろしくお願いいたしまする。公園後ここから来てるから、なんなら僕夏が好きすぎてここから来てるから。よろしくお願いいたしまーする。なんか怒ってない。怒ってるの。あ、やば、ガン無視されました。へへ、失礼しやす。トリコ、コッコのお家。牛もいる。牛いるってすごくね。牛一頭飼ってるってどういうこと。でかい声で鳴かれたから自分もでかい声を出して牽制してく牛のことをね。やっぱね、でかい声にはでかい声で対抗。あ、はい、今日の遊び時間は終了。いや、もう晩御飯ができています。あ、こうしてね、毎度毎度こうやって連れ去られていくのが僕の夏休みのあの形式日なんだよ。みんな覚えとくように。じゃあ、いただきます。いただきます。いきます。かわいいね、僕くんは。あら、綺麗な夕焼け。画質悪くても綺麗な夕焼け。でも PS1 の時代にこれってきっとすごいんじゃないか。ちょっとどれぐらいのレベルなのかわからんなきゃやけどさ。え、待って、アンシャントロマンってプレステ何。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ちょっとアンシャントロマンってプレステなんぼ。そんな、そういうことばっかり考えたい。え、黄昏のホードってプレステなんぼ。2階の机の上にいいものが置いてあるよ。2階の机の上にいいもの。やっぱ僕夏ってすげえのかも。みんな、アンシャントロマン今年の RTA in Japan で確か走るはずだよね。そうだったよね。おっしゃみんなは RTA in Japan でアンシャントロマンを確認しよう。アンシャントロマンも素敵なね、ゲームですけれども、 BG も含めてね、本当に僕夏もね、 BG も含めて素敵なゲームなのでね、ぜひぜひ皆さんには体験していきたいということですけれども。喉が渇いたら冷蔵庫に麦茶か牛乳があるから勝手に出して飲んでいいわよ。どちらも自家製だから同じ容器に入ってるの。すごいよね、牛乳自家製って。牛乳は中に時々白い塊が混じってるけど、うん、あれは鍋で沸かして殺菌した時にできるものだから気にしないでね、うん、はい。おじさんにもお話聞こう。早く2階の自分の部屋に行って、はい、机の上のプレゼントを見ておいで。はい、どうしても見てほしい人ね。オッケー。でも調べに話しかけちゃう。調べ何見とるんそれ。
それ何見とる、そのでかいテレビで何見とる、それ、それ何これ。テレビ何が好き。もやもやサマーズ2かな。女の子が好きそうなやつ。一本グランプリかな。その答え何、何よそれ。テレビのコントって時々残酷で面白いわね。そうはね、そうはね、残酷性に喜びを覚えてる。時々残酷で面白いわね。何、どのコントの残酷性に喜びを得てるんだろうね、調べは。でもこれってさ、めっちゃ昔の話やん。ないつ、どれぐらいコント、これコントで何やってた時代。あれとかヒゲダンスとかやってた時ってこういう時代。もっともっと昔。バカ殿ってどれぐらい昔。何も分かってない人。よいしょ。いやあ、虫のやつ見よーっと。あ、あったあった。あ、これはね、すげえかっこいいんだよ、この箱が。あれ？戦闘機かなんかなんやなかった？違うっけ？それは、どんよりと枯れた夕焼け空をバックに。飛行機なんよ。飛行機が描かれた。これめっちゃかっこいいよな、この箱が。どうしてこのプラモデルがね、お家にあるんでしょうかっていう話です。そして、箱の中身は、おじの約束通りの昆虫採集セットだった。うわーごもぼくくんも2しました。つうことでね、さ、中身見ちゃおう。お、何入って、何入れてくれたの、おじさん。昆虫採集セット。あー、これね。虫を捕まえては刺すやつね。楽しいんだよ、みんな楽しみにしといてね。あ、ちなみに動物愛護団体の方とかそういうの禁止の方は見ないようにつうことで、どんどんぶっ刺していくんで。ちょっと待って、これ撮りたい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 。大丈夫なんだっけ。え、これ撮るんじゃなかったっけ。あ、虫取り網あったわ。はい、ありました、すいませんでした、調子乗りました。よし、限界の時間まで。ん、限界の時間まで遊んでるとあれなんだっけ。時計どこでもらえるんだっけ。ちょっと時計欲しいな。時計もらえるところで時計欲しい。ちょっと待って、時計どこでもらえるんだっけ。こっちの部屋だっけ。こっちだっけ。こっちの部屋だっけ、時計もらえるの。どこやだっけ、時計。うわー、忘れた。あ、ここじゃない。なんでお仏壇があるんですか、じゃないけど、なんだっけ。え、どこだっけ、マジで。え、時計ってどこでさ、あれできるの。え、どこだっけね。柱、いやいやいや、ちっちゃい時計もらえるんだよねえ。ほら、みんなみんな、ちょっと僕夏ゼウス他に見てないの。なんで、なんで1時計ねえんだっけ、マジか。ゼウス名乗っといてこれです。よし、お風呂入っちゃおう一旦ね。いやいやいや、知ってんに決まってんじゃん。知ってるに決まってるでしょ、これも。よいしょ。さて、まあお風呂も入ってさっぱりしたことだし、同じ服着てっけど、僕くんは。よいしょと、あれを飲もう。これちょっと、ちょっとうまくいかないんだが。よいしょ、麦茶か牛乳飲もうぜ。あ、これ覚えとこ。枝豆入ってるやろ、ハム。いやでもさ、これや、卵は少ない。ちょ、むずいのよな、言うて。牛乳か麦茶、まあ麦茶よな。にー、おいしいね。よし、僕くん行こう、虫取ろうよ。よいしょ、おらー、よいしょっと。ほうほう、虫を取りたい。あ、ちゃうんとちゃうんになっちゃった。あれ、ここじゃないっけ。あ、はい、すいません、操作すら、操作分かってましたか。全然操作分かってし。これさ、あのさ、あ、ちょ、僕夏ゼウスに聞きたいんだけどさ、あれやっけ、あのさ、
1? 時間?なんていうの、その時間?虫取りたい。今ここおらんかった虫。あのさ、帰りの時間さ、お父さんに連れ出されると終わる?ラジオ体操終わる?もしかしてラジオ体操終わるっけ?ゼウス!あ、終わったわ。僕くん、絵日記書いてお休みしましょう。やだやだ、待って待って待って、やだやだ、もう一回やらん。ちょっとそしたらここ、やだ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 、もうすっ飛ばしたい。もうちょ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 、やだ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 。ねえ、あのさ、もう一回やらない。今ここのシーンだけお願い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 。ラジオ体操どうしても出たい。ちょ、待て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 、初代大丈夫だったような気がする。ほんまか、ほんま、ほんまに言ってる、本当にいける、これ、これいけるか。え、じゃ一旦じゃあお休みして翌日の様子見てみよう。初日大丈夫説な、これ。ちょ、一回様子見してみよう。ちょっと一旦ね。お母さん、赤ちゃん産むので大変だ。僕はおじさんのうちに居候、楽しいこといっぱいあるかな。だって僕、頼むよ、頼む頼む、早く起きろよ僕くん、頼むぜ、頼む頼む。こうしてあの夏休みの最初の一日が終わったのだった。僕、早く起きろよ。はい、いけるよね、これね。よし、頼む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 、早く起きろ。僕、起きて、起きて。あ、うわー、起きた。待て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 、これは危ねえ。はっ、ここ権利ポイントなんです。すいません、このすいません、著作権ポイントがある配信でして、これですね、体操、少し体操やばい。あ、危ねえ、セーフセーフかな、なんかセーフっちゃセーフだ。体操的にはセーフだけど著作権問題的にはアウトみたいな。後からここだけ音を消します多分。うおー、ほっ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 、はっはっは、ひやひやした。ごちそうさまでした。ひや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 した。ごちそうさまでした。実況に向いてなくて草、それでももうやりたいんだよ僕の夏休みをよ。お花好き？大好き。そうなんだ、じゃあ。はあ、僕くん、ドキドキ。朝顔の水でもどうしても著作権ポイントと戦ってもなお絶対にラジオ体操のカードは埋めたくて、こっちもね、いろんなもんと戦ってね、僕の夏休み実況やってんのよ。戦ってるわけじゃないけど。はい、やった、朝顔の当番になったよ。水をやってね、もうちょっとで綺麗なお花がたくさん咲くのよ。だってこうして私は朝顔当番に任命された。こうして後も朝顔当番に任命された。ふんふんふん、この萌ちゃんのピンクのワンピースめっちゃ好き、超可愛いよな。ということでね、さ、もうこれでね、行動ができるっつうわけ。よいしょ。そしたら、そろそろ行動に移らねばゼウスも。この日、とりあえずね、朝顔の水やりさえすれば大丈夫なはずだよな、この日。もうゼウスもさ、どうすれば毎日日記埋められるかとかさ、そういうことばっかり考えてるからね。効率ゼウス、効率中僕の夏休みになりはつつある。犬転べ!剣坊だっけ、名前。やっぽー。お母さん、おばちゃん。あ、やべえ、おばちゃんに話しかけるのしくるとさ、ちょっともう終わり。おばちゃんには話しかけられない、今日は。僕の夏休みってこのマップ指定移動で時間が経過するんですよ。だからもう一回戻るとまた時間が経過するんですね。なのですいませんが、すいませんがしてもらいます。おばちゃんリタイア、さよなら。これなんか調整しないと当たってないとかないよな。だってあれじゃないもんね。なんだっけ。よし、来た。僕の筒じゃないからそこは大丈夫な気がする。はいはい、こいつはまたこのコレクションの一つになってもらうよ。はい、捕まえたよ。はい、ということでね、この子もこのコレクションの一人になってもらうよ。このコレックな、これな。はい、ちょっと見てみよう、朝顔。
視点移動さえしなければね、時間経過はなかったはずだから。おー、綺麗に咲きそうな感じ。それではそろそろ失礼させていただきもいて、こっちだ。あ、この1日目しか流れん曲、めっちゃテンション上がる。いや、上がるよな、これちょっとでもしてん、ちょっと、あ、待って、モンキチョウいる。はぁ、よいしょ、捕まえたい、これ、これ捕まえたい、捕まえたいよ、たたたたたいよ、捕まえたいよ、はい、ダメです、距離がダメです。僕夏のさ、この虫ってさ、あのすごいさ、距離がさ、距離の感じが難しくてさ、あの捕まえられる、ほら見てこれ、ほんとめっちゃむずくてさ、捕まえられる距離感と捕まえられん距離感があるんだけどさ、まあ、大抵捕まえられんのよなこれな。はい、むずいです。あ、もうすぐ曲が終わる、曲が終わる頃には沢を抜けたい。この橋すごく頑丈に作ってある橋ですね。さーて、よーし、こっち行こうと。あ、ここね、俺のトウモロコシで畑。視点熱いなーと、よいしょ、さあ、これはね、やっとかねえと、みんな、まあみんな、な、ハチョケの人は何やっとくってって思ってると思うけど、やるよ、ごは。あ、今できねえんだっけ。お供え物に真っ黒なアリンコたちがいっぱい。あ、教えてもらってからだ、ごめん、ちょっとゼウスぶったわ。ゼウスぶったってか、まあゼウスがゼウスすぎてちょっと先行してしまった、ごめんね。僕くんがゼウスじゃなかったばっかりにできんかった。はい、モンキチョウだけ取らせてもらおう。あ、ちょちょちょ、君はいい、逃がそう。よいしょ、ありがとう、顔。よいしょ、まあゼウスがゼウスすぎたな。僕くんはさ、やっぱ矮小な人間だから知らんのよな基本的に。まだこっちせっつけないよな確か、蜂の巣。蜂の巣をせっつけるのはもうちょっと後からな気するねんな。追加畑ここ、よいしょ、いこうと。とにかく今日は遠くに行って、あの場所を認知するところまでやろう。よいしょ、さあここはね、そしてね、よいしょよいしょ、じゃーん、なんかあるでしょう、どこなんでしょうか。はい、シンキングタイムスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、そこは地元の悪ガキどもが、正解は普段たむろしているのだろう、いわゆる秘密基地というやつだった。でしたー。みんな答えは分かったかな。そこはいわゆる地元の悪ガキたちがたむろしているであろう、いわゆる秘密基地というやつだった。でしたー。一言一句当たった人おめでとう。ということでね、ただここには今誰もいないんですけど、あらあら誰もいないわね。何が置いてある、なんだこや、なんだろう。スイカ泥棒たちが食い散らかしたスイカの残骸だった。悪い、悪だね、ここにいる子たちは。スイカ泥棒なんてするなんてさ、ああ、と捕まえて懲らしめが必要かもしれないですね。クククつうことですけど、はい、虫を取らせろ、虫を、シジミを取らせろ、シジミを。はい、ツバメシジミゲッチュ。どんどんね、やっぱコレクションも集めていきたいから僕の夏休みやってるのにまったりせず、すごい効率中みたいなことしててやだな。多分ね、1日目だけだからこれできんのね。あ、ここはね、倉庫もう説明すら読ませない強気の姿勢参りましたね。わー、綺麗なお花たち。あ、ここのひまわりもね、綺麗だわね。よいしょ、さてと、とっことっことっこと、釣り。キラ、え、待って、これさ、日記ポイントだったっけこれ。いや、日記ポイント今日消費しすぎた可能性あるな、ワンちゃん。わ、これはちょっとやったかもしれん。まあいっか、ちょっと魚取るのさ、僕夏の魚釣りめちゃめちゃ下手なんだよな基本的に。まだ持ってないよね釣りって。なんか一回挟むよね、釣り竿をもらえるフェーズみたいな。落ち落ち。あ、これね、これも大事にしとかないと。なんだ、ここから先行けないんじゃないか。行けないじゃないか。この木を切って橋を作ればいいのかな。強え、僕くん思考が強えよ。
通れないってなった時にあそこの木をこうなんか戻すとかじゃなくて、この木を切って橋にしようってすげえよ。みんな丸太持ったかおーで丸太を作ろうってなるタイプの人すごいよそれね。それでは今日はパンケーキを食べたいと思います。それでは鳥を用意してみてくださいみたいな、きーつえーつえー、その思考つえー思考の僕くんにね戦々恐々としたところで、さてとあとは今日はとりあえず虫取ったり場所を把握したりだね。うんきゃうんきゃ。うんきゃうんきゃ。こっちも行ってみようか。はい、僕夏ステップ。よいしょー。よいしょ。僕くんにはね、TOKIO に入る才能があるって言われてますけれども、じゃあね、こっちメンバーになっちゃおうかなーということで、よいしょ。さあこっちの川もね、行ってみよう。キラキラ。わー、でけ、すげ、でか、音もでっかっ。一生に気ポイント消費し続ける1日目終わりやー。冷たいよ。音もでけえし、さようなら。音でかすぎ。もう次に来るのはホタルの時だけだから。嘘、それは持ったかも。あー、2気ポイント完璧に消費しました。終わりや。ちょっと2気、今日もこれ今年多分全日埋められねえな。まあいっか、何もない素晴らしい一日も、僕くんの夏休みに、僕くんにとっては素晴らしい一日なのだから、キラ、一日目から締めていきます。よいしょ。さて、走ってきます。これすごいね。ね、おじちゃんはさ、陶芸家だから、この陶芸ハウスがあるんだわ。見ていこうか。おいしゃーん！おいしゃーん！トントコトント、すっごい勢いで開く。こんにちは。こんにちは。僕くん、ここがおじさんの工房だよ。へえ。なかなか面白い空間だろ。いきりて。この工房はここの地名を取って月夜の用というんだ。おじさんはここで粘土をこねたりろくろを回して仕事をしてるんだ。あ、ここはんごの部屋なんだけど、なかなか面白いところでしょ。ゴム粘土をこねたり、インターネットこねたりしてここで遊んでるよ。あそこに一昼夜頑張って火を入れて焼き物を完成させるんだ。あっちそう、じゃあ僕がここにいる間に火をつけるってこともあるの？あるの？実はね、夏は釜に火を入れると暑いから本当はやりたくないんだけどさ、多分8月の下旬になると焼くものが相当溜まってくるだろうから、その時には火を入れなきゃならないだろうな。なんだか楽しみだね。おじさんも暑い以外は楽しみなんだけどね。楽しみだね、僕くん。ごも楽しみだよ。火一緒にくべような。ごもさ、この狭い部屋でインターネットこねてるとよ、焼かなきゃいけねえもんが溜まってくんだよな。一緒に8月の下旬に燃やそうぜ、僕くん。いいか、決めたからな。ああ、よし、僕くんといい約束をしたところで、ちょっと紫の蝶じゃないあれ、紫とかでは取ってく。あ、大一文字でした。はい、それではどんどんね、新しい蝶はね取っていく。調べに話聞いてみる。調べちゃーん、やっぷー、ちょちょちょ、調べちゃーん、調べちゃーん、やっぷやっぷ。あんた、なんでここに来たのよ。あ、ダメでしたでしょうか。その、痛い目にあったって知らないんだから。痛い目？痛い目って何？教えない。調べ、自分最強説。調べは一人で遊ぶのが好きなんだから、ほっといてちょうだい。こう、このね、わからん、この調べってさ、この調べのセリフはさ、果たしていつもこうやって振る舞ったら周りの人は逃げていくからこのセリフを言ったのか、新参者だから何も知らないと思ってこのセリフを吐いたのかっていうところ、めちゃめちゃ興味深くありませんか。だから普段その何
空の産地の人だからみたいなノリでこうやって言ったら、まあ、みんなはけていくけど、僕くんはそれを知らないからこの反応をされて知らないプンってなっちゃったのか、それとも僕くんは何も知らないだろうからと思ってあのこうやって強いセリフを書いたのかっていうところ、ここはねあちいんですよそれはねあのぜひね今後の展開を見つつね、みんなで見定めてってほしいというところがあるんですけれども、晩ご飯クイズでもするか。なんか今日ってさめちゃめちゃ時間余る日、あと虫捕まえるぐらいか。最初のなんか僕の夏休みってさ後半になればなるほどタスクがえぐかった印象があるんだけど、これちょっと待って、トマトのサラダ作ってる臭いですね。じゃあ行くぜ。僕くん今日の晩ご飯は何だと思う？うん、ハヤシライスハンバーグ。いやサイコロステーキはねえだろこれハヤシライスでしょ。皆さんどう思います？じゃあまあのハヤシライスハンバーグサイコロステーキ、皆さん予想してください。これはサイコロステーキはないけど、ハヤシライスかハンバーグ、あーすごいすごいコメントすごい、ハンバーグ7、8、9、10。でもハヤシライスってトマト入れるよなっつうね。どうなんだろう、サイコロステーキはさ、こんな TRP ハンバーグ、ハンバーグかな、ハンバーグ超人気やん。どうしたみんな、ガパオライスは食わへん。確かにトマト切ってたらガパオライスかなと思う方もいらっしゃるかもしれないけど、選択肢にない選択肢選ぶな。やっぱ完熟トマトのハヤシライスソースかな。みんな10だが好きだね。みんなハンバーグにしとくじゃん。じゃあ、ごはんもハヤシライスだと思うけど、ハンバーグにしとくか、みんなの意見を聞いてね。じゃあ。じゃあ、今日の晩ご飯楽しみにしててね。はーい。ハンバーグだって。さ、クイズもやったところで。ちちち、詰まる。え、これ、斧とか取れるのもさ、めっちゃ後だよね。っていうことは、今日はマジで後は虫を取るだけだ。あのさ、あれか、蜂がいるあたり行ってみるか、一旦。あれもさ、せっつけるの、もうちょい後だよね。今日じゃないよね。あの、イキリなんで、どんどんあの、イキリ知識やっていくんですけど、この後ね、こっち行くやん。で、こっち行くやん。待って、この辺さ、バッタとか取れるんよな。バッタとか取っといちゃいたいな。この辺、いる。あ、いなさそうやな、でも。運がないですね。こっちにさ、蜂とかいるんだけどさ、これ違うよな。あー、これもっとちっちゃくなってからだからダメだわ。あー、いるいるいる、バッタいる、バッタいる。はい、ね、夕方になるとね、これが出るから。はい、バッタ捕まえます。あー、捕まえた捕まえた。これええやん、このコレクションたまるやん。おー、怖。このギリギリのところで虫取りしてみる？よし。おー、うまいな、さすが。さすがね、ゴも上手ですよ、僕の夏休みが。まあ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 。もうね、何回もやってるんで、この、ゴと僕くんは何回も僕夏休みやってるんでね。こんなことで、やられたりしないわけ。あ、ここにも、バッタいた、今、絶対いた。あ、草切りでした。やめよう。さ、行くよ。この辺にもよくバッタいる印象あるんだけど、今日はあんまいないな。いた、今。今ここいたね。もうこっちもね、あの持ってるから、神の目。はいはい、いるの見つけた。これ頼むわ。よっしゃー。まあな、もうこっちも神秘が持ってるわけだから。あー、泣いとる泣いとる。もうね、こういうの、お茶どうも褒められたコメントだけ拾ってく。あ、どうもどうもどうも、ゼウスです。どうもどうも、ゼウスでゼウス新しい語尾の形ね。あ、どうもゼウスでゼウス。どうもゼウスな。草切りばっかり捕まえる、どういう意味？草生えるわってこと？人間ごときが神を名乗るなと？何を言ってるんですか。この配信ではゼウスだから。
ぷい。でもさ、この辺はもうあとは夕方になってトンボを捕まえるとか、そのノリかな。ゼウスでございでーす。デウスになっちゃった。デウスエクスマキナの可能性がある。全部語尾な。そう、あ、こ、はい、今日の遊び時間は終了。もうマキナね、晩ご飯ができています。はい。あのね、なんかちょっとこれ言っときたいんだけど、最近あのスオさんご、あのこの僕夏をやっていた頃からマジで、あの音響がクソっていうので、あのこの度ねマネージャーさんが一気発念して、あのこの音響設備を整えようと思って全て変えてくれたんだけど、そしたらなんか全てっていうのはパソコンの設定なんだけど、全て変えてくれたんだけど、そしたら悪化したっていうあれがあるので、今日の夜中直すので、今日の配信はブツブツ言ってます。よろしくお願いします。ハンバーグじゃねえか。ごちそうさまでした。不服なことは何もないですが。そういえば最近またまたスイカ泥棒がひどくてね、このまま今より悪くなったら見張りが必要かもしれないな。知ってるな、その犯人、その悪い子。はーい。この時私はあの秘密基地での一件をなぜかおじには言わなかった。言わなかった。まあ、んごが選んだのハンバーグだから、んごの勝ちな。んごの勝ち。なんで負けたのか明日までに考えてくださいって、このカオルおばちゃんによ。ちょ、お風呂でも先入ろ。お風呂入るの大好きだから。やっぱ僕くんにはさ、お風呂入ってもらわないとね。僕くん、お風呂入ろ。あー気持ちいいね。ポカポカホカホカ、いい湯だな。あははん、いい湯だな。今日は牛乳飲んでみるか。白い塊のりが入ってるって噂の、飲んでみようぜ。牛乳失礼します。でもさ、そんなさ、んごさ、待て、見ろ、レタス。なんだこれ、これ何、これ、福神漬け。やっぱ明日カレーじゃね。調子乗りまくる。いや、卵増えました。卵溜まってきたね、卵だけに。料理だからさ、こうビックル、これ何、線、もしかしてヤクルト線か、これ。この辺、この辺をね見てないと、ちょっと見ててもわかんない。これ何、これだって、この赤い塊わからん。これ納豆かな。何これ、何これ、何、何&何、あー、何ちゃんになっちゃいました。これって何、これ何、いろんな冷蔵庫の中身なんだろう。ほい、ぶわー、うまかった、うまかった、牛乳おいしかったよ。よいしょ。さ、おばちゃんに本田圭介しに行こう。おばちゃん、勝ちもいたが。今日の晩ご飯はハンバーグと野菜の煮物、そして川エビの唐揚げ。川エビの唐揚げ、夏い、マジで。僕くん、僕の夏休みでしか期間料理、川エビの唐揚げ。まあね、ごの勝ち、ごたちの勝ち。なんで負けたか明日までに考えといてください。明日の晩ご飯勝負考えといてください。イエーイ、パフパフ。いろいろ話してみよう。おじちゃん、おじちゃん、もしスイカ泥棒を捕まえたらおじちゃんはどうするの。どうするの。どうしようかな。おじさんも小さい頃盗んだことあるしな。おじちゃんも泥棒したことあるんだ。悪いんだね。おいおい、犯罪者やん。おじさんたちが盗んだのってスイカみたいに大きいやつじゃないぞ。そうそう、一人で一個ペロリと食べちゃえるんだ。当時味売りって言ってた可愛いやつだよ。何ですかそれ。それって今で言うところのメロンじゃないの。高級食材、犯罪です、やっぱ犯罪者です。はい、皆さん、もう僕くんからも犯罪者認定来ました。ごが先に犯罪者って言ったから僕くんがこの言葉を覚えたんじゃないよ。僕くんがもう元々言おうと思って準備してた言葉だからね。これは犯罪者です。これ大小関係ないです。ならもう犯罪です。犯罪者だ、犯罪者だ。犯罪者と一緒に住んでます。あんまり人向きの悪いこと言わないでほしいな。あ、すげえ、すげえ責めたらめちゃめちゃ不機嫌な声出されちゃった。ごめんなさい、サイヤ人。よいしょ、さよなら。都合悪くなったら逃げよ。もうお腹空いたな。さっきハンバーグ食べたのに。食べたばっかなのにな。うん、食べ物
何が好き？何よ、トマトが好き。レディが優雅な直後のひとときを楽しんでるというのにさ何でも文句だと思って受け取る、何でも意地悪だと受け取る調べが好き。やっぱ男の子にこういっぱい意地悪されてきたんだなっていう感じが見て取れる、この調べの男の子対応、最初の僕くんへの対応めっちゃ好きなんですよね。ちょっとこれは調べのことが好きなスーオサンゴのあれ考察入ってるんですけど。だから調べのことはほっといてってば。まあ可愛い調べちゃんたらこの僕くんの行っていう顔も好き。あーちょっと視点移動やりましたわ。これでもさ、この日って別に斧の話ってなんか出るよね、自動で。釣り竿とかっていつもらえるんだっけ。まだだよね、なんかまだだった気がすんだ。なんか斧と釣り竿ってもうだっけ。でも釣り竿ってなんかもらうんじゃなかったっけ。わあ思い出せねえゼウス。ああゼウス記憶が、ゼウスの記憶が、いやまあゼウスは全部知ってるから記憶とかじゃないんですけど、あーちょっとゼウス遠い。棚が、引き出しがあるわけやん、ゼウスのその何全知の引き出しが。そう、全知の引き出しの中でこう僕の夏休み1についての引き出しってめっちゃ遠いところにあるんよ。まあ距離で言うとそうね、まあフルマラソンぐらいあるかな。だからさ、そこまでこうたどり着くのにやっぱフルマラソンぐらいの力かかる、時間かかるからさ、やっぱ大変なんよな。ちょっとコレクションさ、そろそろあれしよう。よいしょ。今日はね、じゃあコレクションをどんどんぶっ刺していく日にしよう。さあここからグロ注意な昆虫をマジでどんどんぶっ殺してぶっ潰していくからね。さあ栄えある一匹目は何にする。やっぱモンシロチョウかな。さあモンシロチョウラララララということで、やっぱね、はい、モンシロチョウ。よく食べ、どこにでもよく現れるやつということで、どんどん入れてくわよ、この調子で。さ、まあ元気なモンキチョ。チュー、はあ、動けなくなっちゃったねこういうタイプの敵役ね、モンキチョ。ピンクの縁取りがよく見るとちょっと可愛い女の子みたいということで、ゴみたいでしょ、ピンク。ゴピンク大好きだからね。ゴもまあモンキチョということで、まあ、黄色とピンクでまあ実質応答帳かなっつうことですけれども、でもその応答帳も動けなくなっちゃったねニヤニヤ。ツバメシジミ、シジミっていうあの蝶々好きですね。よいしょ、いっぱいね、他にも出てくるはず、この僕の夏にはシジミの蝶が。ツバメシジミ、ツバメ色でツバメの塩ビがついた羽だけど渡りはしないんだということで、ツバメのように渡らないそうですよ。さあアゲハチョウだぞ、アゲハチョウ。よいしょよいしょ、キアゲハ。こいつの幼虫変なやつ、僕の苦手な人参やパセリが大大好きなんだって。だってふん、ごは人参好きだけど パセリってあんま食べないの。まああったら食べるけどさっていうレベルだな。よいしょ、あんまりパセリってご飯屋さんじゃないと出ないよね。なんかセロリとかはさ割と出る気すんだけどね。よいしょ、大一文字だそう、紫の蝶ね。おうおう、元気に羽をバタつかせて。あー、そんな苦しまないで、苦しまないで、苦しまないようにしてあげるからね。高い山の上とか涼しいところに住んでて、日向ぼっこすんのが好きなんだっつうことで。へえ、ごと一緒だね。ごも日向ぼっこが好きだからね。でも日向ぼっこすると焼けちゃうから、結局日向ぼっこしないねっつうことで。さあ、ごめんなさい。よいしょ。夏あかね、成熟すると頭から尾っぽまで真っ赤になるんだよ。夕焼け小焼けの赤赤とんぼ。いい歌ですよね。うん、さあ次は草切りのターンな。よいしょ。草切り、湿っぽい草原が好きなんだ。夜になるとじーっと連続した声で鳴くんだよ。でももう泣けなくなっちゃったね。にやり、キリギリス。おおお、アリと競う前に、早くアリと競う前に息を止めてあげようか。君が冬になって苦しまないように、夏の盛りのうちに永遠にしてあげよう。夏っていうのは永遠の象徴だからね。
よね。昼の暑い盛りにギーチョンって鳴いてんだって。もう泣けなくなっちゃったけどね。さ、殿様バッタ。さ、平民から米やね、農作物を刈り取るというね、そこから名前が来てるっつうことですけれどもね、いっぱいね、その農作物をね、ダメにしちゃうからっつうことで、そんな殿様バッタですが、殿様バッタ、自分の大きさの何十倍も高く飛ぶちょっとすごいやつ、大群になると畑を荒らす悪いやつってことで、そこから殿様って来てるらしいですよ、名前が。もうこれで全部いないかな、空っぽかな。これ全体見れるのって2だけだっけ。思い出せないよな。よいしょ。ということで今の豆な、さ戻ったところで絵に着替えてねっか。もうやることないよなこの日。おっちょやることないよなこの日って、もうね、あの僕夏を楽しむ人じゃなくてマジで効率中の僕夏になってきますけど、まあこれがねイキリキッズの僕夏だから、よろぴー。じゃ姉ちゃお。それではおやすみなさい。8月2日、ムシムシ早い、僕遅い、僕の足はたったの2本、やつらはたくさん、僕の負け、ということで。やば、金子みすゞに読ませたら悲しむよ。私と小鳥と鞘と読んであげようか。私と小鳥と鞘と僕と虫と。いっぱい増やしてこ、こういう感じで。私と小鳥と鞘と僕と虫と、あと何にする、比較対象にしたいやつ。何にしようか。なんか比較対象にしておきたいものとかある？自分が羨ましいと思ったことランキングな、何かな、特にないけどな、こんな別に自分のままでいいと思っている口だからな。まあでもね、いろいろありますよね、たまに。あ、鳥とかね、猫とかね、なりたいって人いますけれども。あ、スイカとメロンと俺とお前と、またしても何も知らない大泉洋とダークライト、なんとかとって言われるとね、あの絶対にあげられるインターネットミームの人たち全員合わせて、あのインターネット金子みすゞ作ろう。私と小鳥と鞘とダークライト、またしても知らないよ、何も知らない大泉洋ということでね。ね、インターネット、私とインターネットみすゞになろう。さあ。部屋とワイシャツと私にもする。部屋とワイシャツと私とダークライト、私でも何も知らない大泉よ。うんふんふん、うんふんふん、痛いからみたいなあるよね、なんかね、曲。なんか怖い曲なんだよね、でもあの曲ね、なんか。上書きしてもよろしいですか。いいよ。さ、このままゲームを続けるよ。はや、愛しさと切なさとダークライト、またしても何も知らない大泉洋とが続くやつしたらね、なんかいっぱいありそうだよね。なんとかとなんとかと、あの希望、あのみんなで権利を守ってこう。子たちが一番守らなきゃいけないのは、せーの、権利ということでね、このアーカイブはどうせめちゃめちゃにカットするから、もうそうなる、そうならざるを得ない、カットせざるを得ないんだけど、次回パートではね、あの一回もカットしないように頑張りたいですよね。ほうほう。私と小鳥と鈴と、もし釣り竿を使うんだったら、ごと、この僕くんとごと、ダークライト、権利確認と、またしても何も知らない大泉を。分かったよ、おじちゃん、ありがとう。ありがとう。何の話？じゃあ、いただきます。納屋に釣り竿がある話かな、多分。いただきます。ごちそうさまでした。ちょっとあれなんですよね、まあもう権利縛りな、これな、あの、ね、ごね、あの、うん、あのあれな、ちょっと言ってなかったんだけど、この広い、この広い野原いっぱいと、ラジオ体操の調べを聞くと、その時点でジンマシンが出て全身がブツブツになるっていうアレルギー体質なのね。これもう仕方ない、もう生まれた時からそうだから、もうそう聞こえた瞬間、あの体をかきむしりたくなるから、ちょっとみんなで、ごのために、あの権利確認しっかりしてこ。トウモロコシ畑に来て取り入れを手伝うこと頼んだよ。はーい。まあゼウスとはいえね、アレルギー体質はあるので仕方ないですよね、やっぱ。
あの調べを聞いてしまうとゼウスとはいえあの、ね、知っていてもなおあのジンマシンが出て全身かきむしりたくなるのはね、もうこれはゼウスにも仕方がないこと、あの変えられないこの世の断りだから、ゼウスがあのそのそれアレルギーってことはね。よし、これだ、ゲッチュ。ふん、満足げ、僕くんが満足げで嬉しいね。んごがよくする笑い方してるね。結局ね、んごはんごは僕夏から来てるんだね。んごのね系譜っつうのはね。お、あっちに誰かいるよ、話しかけてみようか。午前中のうちに行かなきゃいけないと言われていてもなおね。あ、いなかったよ、さようなら。こっち行こう。いるように見えた、いるように見えませんか。よし、で朝顔の水やりをやって、これでお花見よう。あ、まだ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 、どんな花が咲いた今咲くところ。ダメだね、こっちも、もう一問だね。取れるもん取っとこ。はい、ダメダメ、さよなら。あ、調べー、調べちゃん。男の子ってガサツだから大っ嫌い。本当に可愛い。ガサツって何、こういうことを知らないことをガサツっていうのよね。ガサツっていい言葉ですね。まだね、飲んでるよりずっといい。どうだっていいじゃないよ。地面見てるの。え、ぬあんで調べが地べたなんか見てるのよ。ぬあんで、あのさんしかいないよ。アリーにさん付けする。あのね、あんた、あ、この話めっちゃ好き。見たことある？え、やめやめ、今の話ナシンコね。ナシンコアリンコ。この話マジ、調べが女王アリの話すると、あのフェーズめっちゃ好きなんや。だからほっといてってば。ちょっと今度また、また調べはね、あのゼウスはゼウスだから知ってるんだけど、調べはまた今度あの女王アリの話するから覚えといて。調べが女王アリの話するその一連の流れ覚えといてな。ということでね、行くじゃー。トウモロコシを取りに行こう、トウモロコシを取りに行こう。トウモロコシといえばね、ポップコーンですよね。ポップン、ポップ、これむずいねん。僕くん、これどこで何取ってるか分かるのすごいむずいんだよ。こんにちは。こんにちは。しかし今日は空が高いな。素敵なこと言うね。僕くん、約束通り来てくれてありがとう。いいえ、どういたしまして。では僕くん、はい、畑のトウモロコシを片っ端からこのカゴに入れてね。わかった。じゃあお仕事スタート。はい。これね、本当にあのトウモロコシ判定が難しいんですよ。どこにトウモロコシがあるっていう判定がすごく難しくてですね、ちょっと見えづらいんですよね。ここにもあるんだけどさ、取る判定もとてもシビアでして、なんか微妙に時間がね、ほらほら取れないんですよね。すごく非常に難しい。これあの一生懸命丸ボタンを押しても取る判定にならないんですよ、これ。でしかもあの1個、そうだよね、なんか1個ずつこうやって取ってこうやってやっていかなきゃいけないんだけど、これがさ判定がすげえシビアで、これよいしょ、難しい難しい、よいしょ。はあ、自動労働です。どうしてどうして おじさんとおばさん見てるだけなの。でも多分これをね体験させたいという気持ちがあるんだよね。そのおじさんとおばさんの心意気には感謝していきたい。よし、さあ、でもなんかパソコンの画面で見てるとちょっとなんか見やすい気がする。なんかテレビの画面でさ今までやってたからさ、テレビの時の見づらさとたるや、もう本当にどこが撮れてないみたいななってたんだけど、なんかパソコンでやるとさこう近いから画面が見やすいような気がするよね。やっぱプレステ2って、プレステ1ってパソコン向けのゲームやったんやなってことでね。えやいや、でもこれさプレステ2でやってるけど、あの なんだったかな PSP とかだったかな、ちょっとこうさそのプレイステーションを1と2しか知らないから、それ以降のなんか機械な、何プレイステーションポータブルとかプレイステーションビータとかなんかちょっといろいろあると思うんだけど、それについてなんかどれがどうなってるのかっていうのをよく知らないんだけどさ、多分それのねどっかで1はね移植されてるはずなんだよね。ムシムシ博士とドタラコ
見て、ちょ、ここかな、よいしょ、ここはどれだどれだ、ね、この辺からもうどこにトウモロコシがあるのか分かんなくなってくるフェーズな。やっぱね、これね、大事なのはあの、もう何回かこの僕夏をやって気づいたんだけど、あのめちゃめちゃ大事なのは、あの一番こう前から順繰りに取っていくこと、あの無造作に取っていくとマジでどこを取ってないのか分かんなくなっちゃうからね。これあるよね、ここね、もうこれで最後じゃね、これでないよね多分、僕は取り切ったよね、これで。はい、取り切、僕はい、取り貴族です。これでもう取り切り貴族と書いて取り貴族です。いやー、お疲れ様でした。はい、お疲れさんが、いい汗かいちゃったなー、見守っていただいてありがとうございます。監督局の方ですね、これね。じゃあもうこれで解散ですか、今日の業務は。おじさんたちがやっとくよ。ありがとう。さあ、子供は遊んだ遊んだ。もう働いたからね、働いたので労働させていただいたので、後の時間はね、あの遊び娯楽に費やさせていただこうと思います。大きなお鍋でたっぷり茹でてあげるからね。だって楽しみにしててちょうだい。明日、トウモロコシ食べたすぎる。ちょっと今年まだ食べてないな。食べたい、トウモロコシ食べたいな。トウモロコシの茹でんの、よいしょ。さあ、釣りできるようになったか、釣りしに行くか。うん、ちょ、ここスイカ畑取られてるらしいよ、ここで。気になるわね。くくく、あーね、あのさ、トウモロコシのさ、焼いてさ、あの醤油塗るやつってんごさ、お祭りとかでしか食べたことないんだけど、みんなお家でやるの？あれってさ、茹でんのはさ、お家でもやる気すんだけどさ、焼くやつってなんかお家でやんないんだけど、あれってさ、なんか、焼きトウモロコシってめっちゃうまいけど祭りでしか食わんくねっていうあれあるんだけど、そんなことないんか。これあの世論アンケートな。スオサンゴの配信を見てくれてる人が一定数いるということを利用した、スオサンゴが気になることをただ聞くだけの回その使い方でいいのかという感じだけど、秘密基地はね、なんかね、できるだけね、なるべく毎日顔出しといた方がいいんだな。あ、どうも、スイカなくなっとる、なくなっとるね、誰もおらへんね。じゃ帰ろ。やるんだ、バーベキューね。こうバーベキューってあんま行かないからな、なんか疲れるよね揚げ膳据え膳がいいんだアウトドア、完璧にアウトドア向いてない人の発言ね。あの陰のものとか言うのやめてください。先制して言っときますけど、あの陰キャやんとか言うのやめてくださいね。だってまあバーベキュー楽しんでる人のことを否定はしないけど、ちょっとごは行きたくないかなって、ちょっと疲れちゃうから。あ、暑いしさ、だって準備とかめんどくさいやん。全部やってくれるならええけどさ、ここがお姫様じゃないと嫌だな最悪、最悪の最悪になってきました。でもでも、ここその行ったりしないもん、無理して行ったりしないもん、本当だもん。やめ、もう悪くないもんね。釣ってみるか、誰もおらへんけど、魚影一個もなくて草。え、ここそこんな魚影ないことある？あっちょ、いいけど、あっちょ、あ、夕方になっちもった。あー、晩ご飯クイズやりたいね。ちょっと帰るか、とりあえずバックで帰ろう。こっからだとどっちが近い？いやー、絶対移動頻度としてはやっぱあっちよな。あの、どっち、あの、普通に、よいしょ、こっち、こっちの方が近いよな優しい声かけね。いつかトウモロコシ焼いてくれる人ができるといいね。あ、あれか、告白の言葉。俺がお前のトウモロコシ焼いてやるよ、はい、今日の遊び時間も終了。新しい、あ、もう晩御飯ができています。じゃあ今日はもうあれあのもうあの選択肢なしクイズね。うん、カレー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 じゃない。なんや、とんかつか。おじさん家の庭のずっと奥、ピカタか、家畜小屋の横の方に、家畜、雪の川の上流へ蛍沢へと続く道があるだろ。うん、あの沢では蛍がいっぱい浮かして。うん、え、蛍、僕見たことないんだ。いいな、ゴも見た
見たいな見たいな見たいな。あれあんた意外にロマンチック。でも見事僕くんはロマンチストなんだよね。日が沈んでからは絶対にあそこに行っちゃいけないよ。これはおじさん家の決まりなんだから。残念だな。残念子ちゃん。お金のことを秘密にしておけばそうだな。でももう言われちゃった。ここのさ優しいお父さんの。いただきます。もう本当にさ切なくなっちゃうんだよ。もうゼウスは泣いてるわけ。もう今のお父さんのそうだな。もう全ゼウスが泣いた。ゼウスの中の全ゼウスが泣いた。あー涙涙涙ね。ごちそうさまでした。萌えが弾いてるクラリネット。ごちそうさまでした。じゃあ萌えのクラリネットいじりに行こう風呂入ったら。あーゼウ泣きしちまう。まあでもねゼウスがどうして泣いてるかっていうことについてはまあ一般市民には伏せておこうかな。萌えが吹いてんねクラリネット。萌えがクラリネットを吹いているという事実をネタバレします。風呂入ろう。よいしょ。これなんだ仕込み。これ何これ何キノコマジでわからんもん来てる。これゼリーやん納豆やんハムやん豆腐だねこれきっとね。ナスとかこれ大根ってことはないだろうこの季節に。でも大根かな。もうちょ白菜っぽく見える。キャベツかな。それとも何これ。これも何羊羹これずっとあるよね。何かな。卵また増えたね。冷蔵庫の中身分かりませんこれ。じゃあ今日は麦茶。うん。わあ、おいしいねー。よいしょ。よいしょ。萌えのやつ。今日何だったか聞こう。あれとんかつかな。今日の晩御飯は、うん、とんかつ。あ卵豆腐。わーうまそう卵豆腐。取れたてのそら豆でした。めっちゃうまそうやん。めっちゃいい夜ご飯やん。今日のゴンチの夜ご飯何かな。お腹空いてきたな。みんなお腹空かない。それとも食べながら見てる。いいな。んごも食べながらやりたいな。誰かんごの口に運んでよあわがまま中学生出てます。今日の晩御飯はとんかつ、卵豆腐、お腹空いた。取れたてのそら豆でした。今日の夜ご飯なにかな。おいちゃん、そういえば釣り竿はもう持ってったかい。もう持ってった。なんだ、いや大物を期待してるよ。ガチでがっかりしてんじゃん。そういえば持ってったけど、あのそんなガチでがっかりされると思ってなくて、そのすみません、あんま全部何も取ってなくて。萌え、萌えちゃん。むずいねん。止めちゃいました。それなんていうの。なんていうの。私友達にクラリネット習い始めたんだ。秋の文化祭で2人で演奏するの。2人でかっけえな。ふーん、でも下手くそだね。僕くん、そんなこと言わないの。これから練習して上手くなるんだから。夏休み中には上手くなるぞ。そう絶対、多分、きっと。ここの萌え好き、ね、僕にもクラリネット貸してよ。オタク、普通のオタクだから。ダメだよ、これはお口をつけるものなんだから。そうだ、関節キスになっちゃうでしょ僕くん。何言ってんの。ああ、僕くんったらそんなことも気使えないでやんの。夜風に当たりながら。ガサツだからどんどん話しかけて練習の邪魔しとこ。そんなもんか。
僕くん何も分かってません。そういうところが可愛いよね。さて、何にも分かっていない、またしても何も分かってない僕くんですが、でもさ、僕の夏休みってそういうゲームなんだよな。またしても何も分かってない僕くんみたいなゲームなんだよね。さっき食べたばっかなのに。あら、また言ってる。お腹空いちゃったな。さっき食べたばっかでしょ。給食の春雨さんが、あるあるね。ごも給食のポークビーンズが食べたいな。あれ知らないんだ。え、ここの意地悪なあれ。給食センターなんてあんたのところは100年遅れてるわね。ここんとこ給食センターじゃなくて給食そのところで作ってくれるとこだ。学校で作ってくれる小学校だったよ。あんたってさ、何？なんでもない。何？気になる、気になるのにな。さ、寝っか。まあね、あのご飯の美味しさっていうのはね、あの大事だって言うじゃん。やっぱなんかさ、あのご飯が美味しくないと良くないみたいな、こう職場環境としてねみたいな。昆虫は新しいの捕まえてないよね。に企画なくなってきた。あ、トウモロコシがあるか。よいしょ。じゃあおやすみするか。え、いや、やったわそれは。いやー、これやった、これやらかしです。これゼウスやらかしポイントです。わー、これはやったわー。あー、これやったー。これさ、あの最強、こうもうね、その日で埋まるやつの時は何もせんが吉なんよ。だから魚釣りを明日、明後日以降ぐらいの方がもはやいいんよな。いや、この釣りデッキ取っときたかったな。これゼウスのやらかしポイントです。あー、やらかしポイントオブゼウス。あー、いや、まあでも今後多分埋められるから、まだいけるから。やりました。なんもない一日になりそうや。後半、いや頑張りたい、後半頑張りたいから、一日埋めたいから、毎日。労働頑張ったやん、僕くん。労働の方書いてくれ。なんなら釣りやってないやん。釣りっていうのは釣ったっていうところまでを釣りっていうんであって。なあ、学士。それでは上書きさせていただきましょう。うん。終了。このままゲームどうしようかな。もう3日目までやったけど、まあしばらくできんし、もうちょいやるか。どんどん進めてこうね。あー、権利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 バトル。はい、完全勝利です。スオサンゴ完全勝利。はい、ピーアザーチャンピオンってことね、これね。チャンピオン語です。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、あー、うまいうまい。権利確認に勝って飲むティーはうまいな。料理の曲が流れとる。ツッツーツーパララーパララパラ。調べが面白いところ教えてあげるよ。え、ほんと？調べ面白いとこ、こんなに山ほど案内してあげる。だから、いっぱいたくさんとびきり感謝するのよ。いっぱいたくさんとびきり感謝する。長いだから、はぁ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 。面白い。僕くんはまたとしても何も分かってない。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後のビジスキア、ね、じゃあそろそろ行こうか。かわいい。いえ、嫌なの？調べが一緒に行ってあげるって言ってるのに。かわいいかわいい。嫌なの？嫌なの？嫌なの？ちび娘、なあ、調べ、かわいすぎるよ。あ、オタク出ちゃった。その名前を言ったな。な、何それ？調べの学校でのニックネーム。ちび娘。お姉ちゃん、ダメでしょ。だって調べがあんまり言うこと。お母さん、本当に、本当にダメでしょって諭す。お母さんの声色で可愛い。縁側で待ってるからね。バヨヨン。バヨバヨン。
語ってほぼほぼ調べなのか、調べが好きすぎるのかもしれない。ちょっと語のルーツが見えてきててめちゃおもろいな、このゲーム。うわー、ではね、語のルーツを探る旅ということでやっていこうよ、僕の夏休み。かわいい。あ、ちょっとごめん、ゼウスがでもその名前もう知らしめちゃった、全員に。罪な女。じゃあ、調べの後はタタッとついてきて。とりあえず、橋のとこまで行ってるからね。バイバイ。私にはそれが何だか恐ろしく手間のかかる恐ろしく手間のかかる女が好きっていうところもここから来てる可能性がある。やっぱな、恐ろしく手間のかかるだるい女っていうのは相当によくてだな。調べみたいな女のこと俺好きなんだよ。さて、調べみたいな女が好きというね、調べへの告白をひとしきりしたところで、朝顔への水やりするわよ。ケッチ。じゃあ、よいしょ。かわいいよね、調べって。ニヤニヤ。お、ちょっと膨らんできたんじゃない、つぼみが。もうすぐ咲きそうなんじゃない。ニコニコ、楽しみだね。最高最高。よいしょ。あ、橋。ここはボロッチだったの。うちのお父さんがポンカー直したんだよ。本当に可愛い。大工さんみたいなんだ。本当に調べは可愛い。このちっちゃい川はね、雪の川っていうのよ。うん。ふーん、そうなんだ。ねえ、雪って雪？うん。お空から降る雪。へえ。ここは雪が降るところなんだ。あんたのとこはちっとも降らない、うん、たまにしかね。ふふ、かわいそうね。雪って大変でしょ。でも本当はホタルがポコポコってたくさん生まれる川だから雪の川って名前になったんだって。雪のがね、なんでかな、ひらがなだったんだね。なんでホタルがポコポコって雪って名前になるのかな。なるのかな。それはへえ、知らないんだ。あ、違うわよ。僕くん、あんたにだけはどんなことがあっても教えちゃいけないって。何、お父さんに絶対絶対絶対言われたんだから。絶対に秘密なんだから。皆さん聞いてしまいましたね。この川には何やら秘密があるようですよ。僕の夏休みのこういう本当に不穏なところがすごい好きなんだ。もはさてと、どういうことなのかな。じゃあ行ってみるか。ゴが労働した跡地よ。さて、通り過ぎもいて。調べちゃん、あ、これは何。このお地蔵様はね、乱暴小吉。あら、あんたと一緒だと最低だわ。これは占いができるお地蔵様なの。そんな言う。あんたもやってみる。特別に許可するわ。する。中吉以上が出るまでやる。お地蔵様を叩くなんてできないよ。なんて信心深いんだ。じゃああんた、私にぶん殴られたいの。はあ、怖いよ。そんな、お地蔵様ごめんなさい。お地蔵様ごめんなさい。小吉や。いやー、冴えないわね。あー、じゃあ先に行ってるよ。中吉以上出るまでやるから、何遍でもやってやる。よしよし、まあ、中吉以上出ればもう万々歳よ。大吉までは望まない。これあのあれだから、ハッケミーのあの占い、あのどうもりのハッケミーの占いと一緒で、普通に僕夏内で影響あったはずだから、なんか中吉以上じゃないとエグかった気がするんだよな、補正みたいなのが。そう、嘘だっけこれ。嘘、これ2とか以降だったりする。そうだった気するんだけど、そうじゃないですかね。あのハッケミーの占いでさ、あの最悪が出るとさ普通にこけたりするやん。そういう感じで今日とか出るとエグかった気するんだよな。秘密基地にも行っとこ。ピヨンチ。誰もおらへん。これね、確認したら去る。ピョン。ピョンゴね、ピョンゴね、ピョンゴピョンゴピョンゴね。よいしょ。
よ。遅い。あ、すいません、ちょっと普通に寄り道してました。本当にダメな人ね。ごめんごね。まあ調べはとても優しい子だから特別に許してあげる。とても優しい子だよね、調べちゃんは。この花はね、うん、これ好き。中の蜜がとっても甘くて美味しいの。あ、本当だ、こりゃいいね。ここの僕くんかわいい、ね、なんてこりゃいいね。確かなんて花だろう。紫チューチューっていうの。紫チューチュー。そうだよ。じゃあ次ね。ほぼほぼ語なのでは。やっぱ語のルーツって調べにあって悲しくなってきた。やっぱそれだけ調べて可愛くて。おばちゃんだ。二人が仲良くしているところを写真に撮ろうと思ってここで待ってたのよ。まあずいぶん長い間待ってていただいてありがとうございます。うちのお母さん昔東京でカメラマンやってたんだよ。え、すごい。すごいでしょ。すごい。それはカメラマンなんてかっこいいの。カメラマン。でも助手だったのよ。一人前になる前に結婚してここに来ちゃったから。へえ。さあさあ二人とも並んだ並んだ。はーい。はい。お父さんが好きなのはチーズ。チーズ。じゃあ写真ができたら見せてあげるね。うちに帰ったらゆずきさんにも見せてあげるんだよ。きっと喜ぶわ。ゆずきって誰？うちのお母さんだよ。うん。ちゃんといい子にしてたってお母さんに教えてあげなきゃね。うん。じゃあ二人とも仲良くするのよ。はい。そろそろ調べも帰ろうかな。どうなの。この先は橋が落っこっちゃってるし、あっちの方はでっかい蜂の巣があるし。待て、でっかい蜂の巣。スイカ畑の釣り竿を手に入れたんだからつつけるのでは。急げ。ちょ、昨日釣り竿じゃあ、ね、手に入れたのに。調べがた可愛いことを言ってる。今もうスオサンゴの思考ぐちゃぐちゃ。調べ、バイバイ。ちび娘って呼んじゃやだよ。わかったよ。僕くん、調べバイバイ。ちょっとんごはさ、それより何よりあれをやらなくちゃ。蜂の巣を落っことさなくちゃ。公立中の僕の夏休み始まってます。ポポ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 ポ。あ、毒。この BGM めっちゃ好き。謎 BG。 スイカ泥棒はいかにも腕っぷしの強そうな地元の子供だった。そして私のいつもの癖が始まった。かわいい。誰かいるのか。かわいい、本当にかわいい。緊張するとね。もうダメだ、そう思った時。本当暑いよな。この作品暑すぎるんよ。ち、山犬でも降りてきたか。狼だよ。日本狼本当にいるもん。僕夏ちょっと1と2しかやってないんだけど、狼いっぱい出してくれるのすごい嬉しくなるよね。なんかその切なさいいよね。そのおたけびはどこか遠く深い山々の奥の方から、夏の里山の騒々しさとはまるで不釣り合いに寂しくそして悲しく響いた。象の可能性。パオーン。やっぱな、日本の里山には象がまだいて、やっぱなアジア象の可能性あるよなって。まあ象、そうな、やっぱまあ狼じゃなきゃ象。やっぱ野生の象がいる可能性をな追っていきたいよな、ゴたちも。そう、みんなね知らないと思うけど、日本象っていうのもやっぱいて、その滅びてしまいはしたけれども、これどうやってつつくんやっけ。
これ普通にこれでいけるんだっけ。あ、そうだよね。うわ、よし、今日これ以上やると終わる。その大きな蜂の巣はグラグラと揺れて、あと数回竿でつつくだけで地面に落とせそうな感じだった。よし、ここにはね、象の加護があるから、やっぱ象の加護でいろいろとことを解決していきたい。よいしょ。まああとはもうでかい虫を捕まえるとか、魚をちょっと取ってみるとかくらいだね、やれること。あ、夕方なりそうだし、あれ行くか。晩ご飯クイズ。よいしょ。さっきのね、あの象の雄たけびみんな聞いたでしょ。あの巣サンゴの配信は象に守られているからさまあ象の加護をね、前面に感じて象印の感じでね、やっていきたいね。ちょい宣伝入れてこうか、ティファールとかの。ということで、パッとね、すぐに湧くティファール、よいしょ。剣棒、よいしょ。あ、昨日言ってたトウモロコシだ、萌ちゃん。調べって、あれでも可愛いところがあるんだよ。ずっと可愛いと思ってるよ。僕くん、面倒見てやってね。まあ僕くんの面倒はゴが見るから、僕くんは調べちゃんの面倒を頑張ってみたらいいんじゃない。はあ、お腹きっつい。トウモロコシ食べすぎた。よう食べるのね。僕も食べたいな、トウモロコシ食べようかな。ちょっと僕夏移動、いや、やっぱな、僕夏移動のうまさからもんごがどれだけ僕夏をやり込んできたかっていうのがわかると思うんだけど、さ、トウモロコシの前にたどり着くまでに何度僕夏移動したかな。疲れたね。ひょうたんのやつ、え、食べたら消えもいた。よいしょ。おーい、今日ご飯なに。さっきの写真うまく撮れてるといいね。うん、僕くん、よし、今日の晩ご飯は何だと思う。戦いの時間や。冷やし中華、豚肉とキャベツのかき油炒め。かき油っていうの、オイスターソースのこと。オイスターソースのことだよね、絶対。すげえ、かき油って言葉マジで初めて聞いたんだけど。そして春巻きと八宝菜、これは春巻きと八宝菜です。これは絶対春巻きと八宝菜、もうこれは譲れん。みんな何だと思う。いや、でも絶対春巻きと八宝菜だと思う。これは絶対春巻きと八宝菜だと思う。地中華か。ま、少なくとも豚肉とキャベツのかき油炒めはない。いや、これ春巻きと八宝菜でしょ。春巻き食べたいしね。わかる、ごも春巻き食べたい。八宝菜美味しいしね。いやみんなが八宝菜食べたくなってきた。ごが春巻きと八宝菜って言い過ぎて食べたくなってきた。空気つかみました。これ配信の空気つかんだんで、春巻きと八宝菜で行かせていただきます。じゃあ今日の晩ご飯楽しみにしててね絶対勝つ、春巻きと八宝菜です、これは。おいちょ、トウモロコシも食べてお腹いっぱいになったし、しし調べと喋って時間が余ったら釣りでも行くか。調べちゃん、今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。やばい、ダイナミックコードみたいなことになってる。今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。何も映ってないテレビにお前にしてニコニコしてるの、これ、それやるの僕の夏休みか。ダイナミックコードだけだよ。ダイナミックコードだよね。ダイナミックコードってアニメは2020年19年ぐらいにやってたアニメにもかかわらず、そんなにあの2000年のものとかではないにもかかわらず、あの普通に何も映ってないアニメに4人で向かい合って座ってニコニコあのテレビを見てるみたいな雰囲気出してたからね。ダイナミックコードです、これ実質ね。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。うん、今度はもっと遠くまで連れてってあげるわ。かわいい、これダイナミックコードですわ。
まあダイナミックコードがね、僕の夏休みからあのインスピレーションを受けた可能性がある。やっぱな、全てのルーツは僕の夏休みにつながるってことが分かってきましたね。ということで、ではこっちの窯の方に行ってね、そっちから多分釣りの方に行くのが近いんだけど、間に合うかどうか微妙やね。あれだったらこの時点で取れそうな虫を取っとくか。俺たちの原点ってって言ってたの、もうあれは僕の夏休みね。よいしょ、どんどんねこう虫を取って、新しい、まあこの辺いないと思うんだよな、新しい虫。ここで川までたどり着ければワン釣りができるけど、まあ、たどり着けない時間だったらパパが来る、おじさんが来るのが先か、俺が先か、俺か俺以外か。よいしょ、もうそれは全然関係ないところ、五感だけで言いました今のは。すいませんでした、何も関係ないことを口走ってすいませんでした。これワンチャンあるな、これいけんのでは。まあでももしかしたら着いた瞬間かもな、着いた瞬間の可能性あります。いけるか。ではゲーム実況的にはね、全く困ったことになる何の音もしない無の空間を生み出していきたいと思います。釣りの時間です。あー僕くんももう早速あれしてます。これさ、ブルブルってなるんだっけ、もう見えない針ができへんか、もうブルブルってなるんだっけ、釣り釣れそうな瞬間、それともならんのやっけ。見えないけど無ですねこれ。まあね、あの環境音聞いてこういう音が一番眠れるとか言いますからね。プレステ2ならなる、なるよね。それとももう今ここ魚影ないかな、ワンちゃん。ちょっと一回置いていいか置き始めましたコントローラー。もうこの音で癒され始めたかな。やっぱ読むか、こういうね素敵なこう夏の音みたいなの入ったからにはな、何かな、夏の川、ジャブ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 、気持ちいいな、素敵だね、お前と一緒の釣りいい感じ。あ、これ短歌ですねいい短歌だったなこれな。ちなみに今の季語ジャブ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 ないい歌だね、ありがとうありがとうありがとう。気も釣れない、こんなに頑張ってんのに。ダメか、ちょっと この僕の夏休み釣りのセンスがない、僕くんに釣りのセンスがないのかも。ちょっと魚影狙いでもう一回行ってみる、これワンちゃんないよなこれ。あー、あっちまで行かんとあかんのかもしらん。ここじゃないと釣れない魚とかいた気がするんだけど、そんなことないっけ。あー、はい、ダメです。今日の遊び時間は終了、もう晩御飯ができています。はい、今日はもう春巻きと八宝菜ができていますですよ。皆さん言っときますけど、今日はもう春巻きと八宝菜ができていますです。じゃあいただきます。いただきます。春巻きか、春巻きだよねあれ、春巻きじゃね、え春巻きだった。ちょっとオイスターソースって言われたらオイスターソースだったかも感はあった。春巻き、春巻きっぽくなかった。ごちそうさまでした。ここにこの一人一人のところに置いてあったのは春巻き臭かった。でもここに置いてあったのが、今晩も暑いね、なんかちょっとオイスターソースっぽかった。かき氷でも作りましょうか。え、かき氷？かき氷のシロップは何が好き？いちご。ね、ブルーハワイも好き。メロンも好き。あ、みぞれってあんま食べたことない。あ、レモン好き。レモン。レモンがいい。じゃあ。レモンごね。始めるからね。
やっぱかき氷ってそういうことか。オイスター氷ってことか。かき油だけにってこと。ちょっとおばちゃん答えを教えてくれや。ごはでもお風呂入るから。みぞれってどんな味？食べたことないんだけど。みぞれって何味？ムチムチもうまい入りました。いゆたなんあははん、いゆたなんあははん。砂糖。え、そうなんだ。食べてみたいな。美味しそう。じゃあ今日は、でもこの後かき氷なら絶対それはさ麦茶じゃね。ごめん、順番とかじゃない。この後かき氷なら牛乳じゃないよ。ごま飲も。プハ。今まではね飲んでなかったです。今回初めてね、僕くんと一緒に飲みましたけども。よいしょ。かき氷、レモン。おばちゃん、今日の晩ご飯は、はい、春巻き。きちゃー、やっぱね。スープに豆腐サラダと中華でまとめてみました。いや、中華でまとめ率高いんよ。正解、やったね。まあね、今のところ、まあ、回答した回については、まあ、2回中2回正解なんで全問正解です。まあそういうことだよね。まあゼウスでゼウスからね。嬉しくなりもいた。かき氷食べよう。うわー、すごいなー。に食べた、食べかき氷食べたい。感謝して食べるんだよ。ちょっとさ、アイス買いに行きたかったのにさ、アイス買うのさ出られなかったからさ。氷なんていくらだってあるんだから。アイス食べたい。医者がいないこんな山奥の生活だと風邪をひいたり蜂に刺されても大変やん。病院ってわけにはいかないから。やっぱ山って大変なんやな。氷はいつでも用意してあるもんなのよ。そうなんだ。そんなこんなで随分丈夫になりました。そんな水戸黄門みたいな笑い方。そういえば僕くん、蜂の巣にいたずらをしちゃいけないよ。え、したことないです。おじさんはガキの頃、なんすか釣り竿で蜂の巣を落としたことがあるんだけど、たくさんの蜂に追いかけられて、それはもうえらい目にあったよ。したことない。分かったよ、おじちゃん。分かった、僕絶対そんなことしないよ。僕も絶対そんなことしないよ。ごちそうさま。でも、ゼウスはどうかな。ごちそうさまでした。ごちそうさま。よかった。まあ、蜂の巣にいたずらだなんて、そんなまさか誰がするんですか。僕くん、人間ごときがそんなことしたら大変なことになるって分かってますから。この辺の池や川で釣りをするときは、水に落っこちないように気をつけるんだよ。この辺はほとんど釣り人が入っていないから、ものすごい数の魚がいるんだ。うん。水がきれいで魚がよく見えるときは、魚の動きを見て合わせのタイミングを取るといいよ。合わせのタイミング。あまりよく見えないところでは、目印に軽い浮きをつけるといいかもしれないな。ちょっと浮きつけたいね。でも魚から僕くん自身が目立っちゃいけないよ。むずいね。コツがむずいな。いいかい。うん。直接魚の動きを見て合わせのタイミングを取るか、あまりよく見えないときは軽い浮きを目印につけるんだよ。わかった。オッケー、ゼウス了解。ゼウリョ。萌えちゃん、今日は練習しないの？かき氷ってカロリーが少なくていいな。あー、確かにカロリーか。確かに確かに。アイスクリームだとカロリーが多いの？主食にしたいな、これ。でも中にたまんないよ、それ。山の霞食ってるみたいなもんだけど。仙人になりたいのか？ちゃんとご飯食べた方がいいよ。今日はたくさんいっぱい楽しかったでしょ。はい。今度はもっと遠くまで連れてってあげるよ。はい、ありがとうございます。鈴虫系が取れるかな。この辺ちょっと行ってみたりする。お、あーダメだ、やっぱ。まあカエルナイトリュウ、カエルナイトリュウね。カエルが泣いたら帰ろう。カエルが…今日やったよな、水。やった、やった。記憶が薄くなってるよ、どんどん。
まあもう今日もやることないからそろそろこれぐらいにしとこうかな。やることないって言い方がね。まあでも早く寝ることに越したことないから、小学生の時なんか9時ぐらいに寝てたでしょ。ここはね、小学生の時9時に寝てた。だから寝よう。よいしょよいしょ。公立中の夏休み始まりもいてます。んーじゃ、遠くに麓の鷺の里村が見えた。鷺の里村だって、あそこで。ここからそんなこんな遠くに離れたとこに住んでんのすごいよな。あ、待って待って、また鷺の里村見ちゃう。遠くにやべえ、また鷺の里村見ちゃった。もういいよ、鷺の里村は大丈夫、もう大丈夫だから。もう見たよ。やばい、また鷺の里村見ちゃった。もう鷺の里村は大丈夫です。麓の鷺の里村が見え、あ、本当に大丈夫。もう鷺の里村3回も 見なくて大丈夫だから。ちょっと鷺の里村大好きマンになっちゃったよ。もういい、大丈夫、本当に。はい、僕夏移動上手、僕夏ステップ上手です。ということでね、さ、絵日記書いて今日この辺にしとこうかな。よいしょ。今日なんだろう、今日何やったっけ。あ、調べとテクテクね。テクテクのあれだわ、絵日記だわ。はい、ちび娘と一緒に野山を歩いた。お日様さんさん、僕らテクテク、風がとっても気持ちいい、ということでね。まあゼウスなんで何が日記に書かれるかも完璧に分かってるっていうわけ。ということでね、よいちょ。ということで今日はこの辺でおしまいにしとこうかな。メモリーカードをちゃんときちんとセーブしてね。このセーブっていう行為が僕の夏休みでは非常に怖くて、あのセーブができないみたいなことがね、前回僕の夏休みであったので、それには気をつけていきたいですね、ということなんですけれども、今日はこの辺でおしまいにしたいかなと思って。うるせー。ということで、僕くんの夏休みどうだったかな。んごがね、あの私利私欲のために、あの僕の夏休み毎年やらせていただいてるんですけども、今年も僕の夏休みができて嬉しいなっつうわけ。ということでね、次も権利確認気をつけながらね、いろんなことと戦いながらやっていきたいと思いますよ。それでは今日の配信はこの辺でおしまいにしたいと思います。お疲れさんご、めめよー。みんな、今日は僕の夏休み、僕夏ラブ女によるイキリ僕夏を見てくれてありがとさんが、この調子でね、あの初見じゃないのでガンガンネタバレしていきますけど、まあ楽しい僕の夏休み来分ありました。音のブツブツについては今晩直せるといいなと思ってます。よろしくお願いします。それではお疲れさんが、バヨッ。明日何がある日だ。明日はみなさんごと、みなさんごが5時からあって、夜の9時から、夢咲時矢さんのチャンネルで美術館 RT ホラー RTA というクトゥルフに行きます。よろしく、楽しみにしてて、バイバイ。